皆さんこんにちは、大串です。この動画は、森田先生が書かれた TOEIC L&R テスト品質英単語の中のチェックテスト1の4番の解説となっております。ですからそちらの問題解いてない方はね、しっかりそちらの問題解いてからこの動画を見るようにしてください。では解説に行きましょう。ではいつも通り空欄の前後を見て、まず答えがね出るか見てみると、今回は空欄の後ろにすぐ The purpose of checking ということで The purpose of ing という形が来てるんです。でこの形見た瞬間にもうあの表現だと思いついてほしいんですが、今回どんな表現が使われているかというと、前置詞の for を使って for the purpose of ing、 もしくは名詞という形でですね、実は何とかの目的でとか、もしくは何とかのためにというふうに目的を表す表現が実は問われてたんです。ですから、まあ、先ほどの形見た、瞬間にですね、あ、目的を表すあの構文だと、表現だと思って C を選んでいただければ今回は OK です。今回この表現でポイントとなるのは、まあ、当然問題に問われた、まあ、何とかの目的で何とかのためにという意味なら、まあ、The purpose の前に for という前置詞がつくよというのは非常に大事なんですけれども、もう一つ大事なポイントがあって、この表現の最後 of が使われてますよね。で、of っていうのは前置詞ですから、後ろに取る形としては純粋な名詞か、まあ、よく問われるのはですね、動名詞の形、まあ、つまり ing 系の形がよく問題に問われるんですね。ですからこの後ろに、まあ、of の後ろには動詞の原型とかは持ってこれませんから、しっかり名詞か動名詞どちらかを持ってこないといけないということはしっかり意識しておいてください。また purpose を使った表現としてもう一つよく出るものがあるので押さえておきたいんですけれども、それというのがですね、 on purpose という表現です。でこれどういう意味かというと、わざととか、もしくは故意にという意味になります。でこの意味になる場合、先ほどとね前置詞が変わってですね、まあ on が使われているということはしっかり押さえておきましょう。この on purpose という表現の言い換えもしっかり押さえておきたいんですが、言い換えとしてはこの purpose を副詞化したですね、 purposely であったりとか、もしくはもう少し難しくすると intentionally とか、もしくは deliberately なんていう表現も言い換えで出てきますから、しっかりねこの3つ押さえておきましょう。さらにこの on purpose、まあ、わざとと、故意にという意味ですが、それとね逆の意味でですね、偶然にとかそういう意味を表す表現もね出てくるので、一つ押さえておきましょう。それが何かというと by accident とか、まあ、by chance という表現です。これがまあ偶然にと、たまたまという意味を表すことができますから、ここもしっかり覚えておいてください。今回問題文の中に quality という単語があるんですが、日本語でもクオリティと言ったら分かるように、まず、まあ、意味として名詞で質という意味があるのは、まあ、なんとなく分かりますよね。またちょっと難しくはなるんですが、名詞として特性とか特質、性質なんていう意味があります。また、良い質であることを良質さといった、まあ、名詞の意味で使うこともあります。でここまではまあ全部名詞で、まあ、名詞としてクオリティを使うのは皆さんイメージがつきやすいと思うんですが、実はクオリティには形容詞として、まあ、名詞にかかる使い方があるので、それを押さえておきましょう。で意味としてはですね、高品質の、まあ、質が高いという意味で使うことができるんです。例えば具体例で見ていくと、A quality product という表現があった場合、これは明らかにですね、この quality というこの単語が形容詞として使われていて、この右の名詞の product にかかってますよね。でこういった場合は先ほども言った通りですね、この quality 形容詞なわけですから、高品質のという意味になるので、高品質の製品という意味で取ればいいわけです。ここまで踏まえると、今回出てきているここの quality test という表現は、この quality の部分が test
にかかっていて、なんか質の高いテストなのかなというふうに思うかもしれないんですが、実は今回は違ってですね、これを理解するためにはまたちょっと違う項目の理解が必要になるので、それを見ていきましょう。実は英語にはですね、複合名詞というものが存在して、これ何かというとですね、名詞と名詞をセットで使っているフレーズ、まあ、定型フレーズみたいなものです。例えば日本語でも顧客満足度というのがあります。英語でもこれカスタマーサティスファクションというんですが、これどちらも顧客というのも名詞だし、満足度も名詞ですけど、これはもう2つセットで使うことが、まあ慣例というか僕たちも慣れて使ってますよね。こういったものが英語にも存在すると考えていただければ OK です。でこの複合名詞のポイントとしてはですね、名詞2つ並べた時に1つ目を A で2つ目を B にした時にですね、実は B4A の関係が成り立つよというものがあります。つまり A のための B という意味の関係が成り立つということです。例えば今回問題に出てきたクオリティテストですが、これも複合名詞の一種でですね、意味としては品質テストという意味なんですが、これも関係性見ていくと、品質テストというのは Test for quality、 つまり品質のためのテストですよね。品質をちゃんと確認するためのテストなはずです。これちゃんと B4A の関係が成り立ってますから、あ、複合名詞っぽいなというふうにわかるわけです。またQuality を使った複合名詞の例として、Quality Standards というものもあります。これの意味としては品質基準という意味になるんですが、これもですね、さっきの B4A にして関係性を見ていくとですね、 Standards for Quality となりますよね。意味としても品質のための基準、品質に対する基準ということで、まあ、これがまさに品質基準ということですから、あ、複合名詞っぽいなとわかるはずです。このようにですね、複合名詞、まあクオリティだけじゃなくて他にもいっぱいあるので、これは実はですね、出会ったらもうこういったものがあるんだなというふうな形で、複合名詞はもう出会ったらなるべく暗記をしていくというのがおすすめなので、まあ出会ったら毎回ね、しっかり、あ、覚えなきゃというふうに意識するようにしてください。最後にこの問題の中の他の重要な表現を見ておくと、まずここにある laboratory です。Laboratory というのは意味としては実験室とかね、研究室という意味で使われますから、しっかり覚えておきましょう。またここにある Progress という表現も大事です。Progress というのは、まあ、今回名詞で使われていて、意味としてはですね、まあ、進歩とか発達とか発展前進、まあ、進んでいく感じのイメージですね。こんなイメージがあります。で名詞だと前にアクセントで Progress となります。でこれ動詞として使うこともできて、動詞だと progress と後ろにアクセントが来るんですが、意味としては、まあ、前に進むというイメージは変わらず前進するというイメージはありますし、あ、もちろん何かが進歩するとか上達するという意味で捉えるようにしましょう。でこの progress という単語は語源も押さえておくことで他に応用が効くので、しっかりね語源も見ておきたいんですが、この pro と gress の部分に分かれてですね、この pro の部分は前にという意味、まあ、前に前へという意味を示します。でこの Gress の部分はですね、歩く進むというイメージを表します。ですからこれ前に進むとか前に歩くということですから、これ当然前進するとか、進歩するという意味になってくるわけです。でこれ押さえておくことでね、他に応用が効くのでしっかり押さえておきましょう。ということで全体の意味を見ておくと、 Mr. Yan visited the laboratory、つまりヤンさんはその研究室、実験室を訪れたんだと。そして for the purpose of と続きますから、何とかの目的で何とかのためにという風になって、で何のためにかというと checking the progress ですから、その進歩を確認、進歩をチェックするためにという感じですね。じゃあ何のかというと of the quality test ですから、品質テストのという意味で取れば OK です。解説は以上となります。ご視聴ありがとうございました。Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.